グリ。ダヨがかっこいいサファリバスに変身したよ。勇敢な探検家に変身したドリと一緒にアフリカに行くよ。準備はいい？出発！サファリバスタヨ6話。ミーアキャットは見張りのプロ。太陽がギラギラ輝くアフリカの午後、タヨとドリはどこにいるでしょうか。あー暑い。動物たちはどこにいるんだろう。あーそうだね、どこにもいないね。あ、どうしたの。おかしいな、後ろから誰かに見られてる気がしたんだけど。後ろ？誰もいないよ。だよね、僕の勘違いみたい。早く行こう。うわ、今度は何？おかしいよ、やっぱり誰かが僕たちを見てる気がするんだ。ここにお化けでもいるって言いたいの？お、お化け？まあ、まさか。ドリー、怖いんだね。安心して、僕がいるよ。怖くなんかないもん。全然怖くない。あー、わしだー。ルリ、早く乗って。なんだこの硬いものは。食べられないじゃないか。チッ、他の食べ物を探そう。ルリ、もう大丈夫、出てきていいよ。びっくりした。わしってすごく大きいね。わあ、人間もわしが怖いみたいね。だ、誰？出てこい。お、お化けなんか怖くないからね。嘘だ、さっきはすっごく怖がってたじゃない。わあ、ミーアキャットだ。そうよ、私は見張りのプロ、ミーアキャット。あ、君がさっきから僕たちを盗み見てたんだね。こっそり顔だけ出してさ。盗み見るだなんて、私はただ見張りをしてただけよ。ミーアキャットはいつも周りを見渡しながら見張ってるの。恐ろしい敵が現れたらすぐに隠れるのよ。キョロ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 、みんなで見張り。あっちこっちあっちこっち、みんなで見張り。それが仕事だもの。わしも危険な動物もいないみたいだし、子供たちを呼ぼうかしら。おーい、みんな出てきて。寒い、寒いよ。わー、お日様、お日様だ。さあ、気をつけて。穴の中は寒かっただろう。お日様に当たって体を温めるんだ。うわぁ、気持ちいい。あったかい。赤ちゃんミーアキャットだ。1、2、3、10？ たくさん。穴、すごく広いんだね。もちろん、私たちミーアキャットの群れのお家だもの。大人のミーアキャットが20匹は入れるわよ。あれ？君たちは誰だ？大丈夫よ、わしを怖がってたし、私たちを襲う人たちじゃないわ。怖がってないもん。いや、僕は探検家のドゥリ、この子はタヨ。君たち本当に僕たちを捕まえに来たんじゃないんだね。もちろんさ、ただ動物を見に探検してるだけ。ドゥリ、またお腹空いたの？違うよ。お腹空いたよ、お腹空いた。ああ、どうしよう、
子供たちを見てくれるミーアキャットがいなくて狩りに行けないよ。ああ、君たちが見てくれるかい？頼むよ。子供たちを見てくれるミーアキャットがいたんだけど、少し前にわしに捕まってしまったんだ。だから子供たちを見てくれるミーアキャットがいないんだ。あそこのメスミーアキャットに頼んだら？メスミーアキャットは見張り担当なんだ。僕は今日狩りの担当だから子供たちを見られないんだよ。もしかしてわしがまた来るんじゃないかって怖いの？違うもん。わしなんか怖くないよ。うん、僕たちが子供たちを守るよ。助かるわ。うん、じゃあお願いね。はあ、なんでミーアキャットのお世話をすることに。そうだね。でもみんな可愛いな。お腹空いた。すごくお腹空いてるみたい。タヨ、何か食べるものない？ドリがさっきお菓子全部食べちゃったでしょ。あはは、そうだった。うわあ、あっち行け、あっち行けったら。ドリ、赤ちゃんたちどうするの？あ、そうだった。みんなは早くこっちに来て、危ないよ。でもさっきのあれ、なんだろう。うちのご飯だよ。わあ、おいしそう。あの怖そうな大きなハサミにトゲまで生えたサソリが君たちのご飯だって？うん、とってもおいしいんだよ。僕たちサソリも食べるし、トカゲも食べるんだよ。待って、サソリは尻尾に毒があるんだよ。なのに勇敢だね。おじさんがやってるのを見てたんだ。こうやって口でサソリをくわえて尻尾を切って食べるんだ。おいしい。わしよ、わしだ。早く赤ちゃんたちを穴の中へ。わかった。いた。うまそうだ。悪いわしめ、早くあっち行け。えい。あら、びっくりした。やめてくれ。逃げたよ、わしが逃げたよ。無事でよかった。あ、さすが探検家ね。とっても勇敢だったわ。君たちが赤ちゃんを助けてくれたんだ。ありがとう。ありがとう。それほどでも。やあ、僕はちびっこバスタヨ。僕はドゥリ。タヨがかっこいいサファリバスに変身したよ。勇敢な探検家に変身したドリと一緒にアフリカに行くよ。準備はいい？出発！サファリバスタヨ。お父さんライオンはネボスケさん。ここはアフリカ。暑い太陽の下、広い草原が広がっています。あの木の下にかっこいいたてがみのオスライオンがいますよ。僕はライオン、ライオン、ライオン、ジャングルの王様、王様、王様、強くって、強くって、とってもかっこいい、かっこいい、かっこいい。ライオン、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 ガー。お母さんと遊ぶんだ。お母さんはお姉ちゃんたちと狩りに行っちゃったよ。ああ、そうだったな。もう一眠りしたら遊んであげる。うん。
でも寝てばっかり。お父さんの寝ぼすけ。あまり遠くに行くなよ。お父さんの意地悪。わかるわ。お父さんたらひどいわね。あなたみたいな赤ちゃんライオンをいつも一人ぼっちにして。大変。赤ちゃんライオンがハイエナの群れに囲まれてしまいました。はあ、オスライオンってみんなそうよね。狩りはメスに任せっきりで、自分はいつも木陰で寝てばっかりね。本当に。しかも、僕のお父さんは。あなたのお父さんはもっと悪いわ。自分の子供を守らずに、こうやってハイエナの餌にさせちゃうんだからね。僕を食べるって？僕はライオンだぞ。ガーン！かわいいわね。でもね、いくらライオンでも弱ければ食べられちゃうのよ。特にあなたみたいなちっちゃい赤ちゃんはハイエナにとって最高のごちそうなのよ。大変。ハイエナの群れがどんどん赤ちゃんライオンに近づいています。さあ、久しぶりにライオンのお肉をいただこうかしら。わー、助けてー。その時、向こうからサファリバスタヨが現れました。やめるんだ。赤ちゃんライオンをいじめるな。何よこのバスは。僕はただのバスじゃない。アフリカを探検するサファリバスタヨだよ。僕はサファリ探検家のドゥリだ。タヨ？ドゥリ？ん？赤ちゃんライオンバスに乗って。赤ちゃんライオン返して。久しぶりの餌なのよ。ダメ。お前たちバスをやっつけなさい。でもボス、相手は硬い鉄ですよ。噛みつけません。何言ってるの。タイヤを噛めばいいじゃない。ああは、クラクションを力いっぱい押しました。助けて、赤ちゃんライオンはここです。助けて。お父さん、僕はここだよ。遠くの木陰で寝ていたお父さんライオンは大きな音で目が覚めました。うるさいな。どこでクラクションを。あの子の鳴き声じゃないか。こうしちゃいられない。お前たち今すぐやめるんだ。ガオ。逃げるわよ。逃げろ。二度と近づくな。ガオ。やれやれ。怪我はないかい。うん、サファリバスタヨと探検家のドリが助けてくれたんだ。本当にありがとう。いえいえ。君たちがいなかったら大変なことになってたな。だから遠くに行くなと言ったじゃないか。だ
父さん寝てばっかりで遊んでくれないんだもん。それはその時お母さんライオンたちが狩りから帰ってきました。お母さん、おばさん、お兄ちゃん、お山、楽しく遊んでた？お母さんライオンはお父さんライオンに取ってきた獲物を渡しました。どうぞ、あなたが先に食べて。あ、みんなで食べないの？いいえ、取ってきた獲物はオスライオンが先に食べて、その後にメスライオンと赤ちゃんライオンが食べるのよ。頑張って狩りをしたメスライオンじゃなくて木陰で寝ていたオスライオンが先に食べるの？違うわ。オスライオンは狩りよりもっと大事な仕事をしているのよ。そうそう、赤ちゃんライオンを守る仕事よ。他のライオンやハイエナの群れが攻撃してきたら、私たちメスライオンの力じゃやっつけられないの。ああ、そうか。さっきお父さんライオンが駆けつけた時、ハイエナたちがすぐに逃げ出したもんね。なんですって？ハイエナが来たの？どうして？お父さんが寝てばっかりで遊んでくれなくて、遠くに出かけたら。あなた？寝てばっかりいないで遊んであげてって言ったでしょ。ごちそうさま。さあみんなも食べるんだ。もうあなたってば。僕のお母さんとお父さんみたい。これからは赤ちゃんライオンと遊んであげてね。僕もお父さんと遊ぶのが一番楽しいんだ。わかったよ。じゃあ僕たちは行くね。元気でね。バイバイ。バイバイ。やあ、僕はちびっこバスタヨ。僕はドゥリ。タヨがかっこいいサファリバスに変身したよ。勇敢な探検家に変身したドリと一緒にアフリカに行くよ。準備はいい？出発！サファリバスタヨ2は悲しいお母さんチーター。あそこでかっこいいチーターが草食動物のウサギをめがけてすごい速さで走っていますよ。うわぁ、獲物を捕らえたよ。かっこいい。捕まったウサギさんがかわいそう。かわいそう。ドゥリとタヨはびっくりしました。いつの間にかかわいい赤ちゃんチーターが二人の横に座っているではありませんか。私の赤ちゃん、どこにいるの？ご飯の時間よ。あそこにいるチーターが君のお母さん？でも僕、ご飯食べたくない。ドゥリー、ドゥリー、ご飯の時間よ。僕もお母さんにご飯だよって呼ばれるのが面倒なんだ。でしょ。僕たち何して遊ぼう？かくれんぼはどう？かくれんぼ？僕大好き。僕も真似て。でもここには君みたいな大きなバスが隠れられるところはないよ。ああ、タヨが鬼をやればいいよ。いいよ、僕が鬼ね。隠れろ隠れろ、みんな隠れろ。隠れろ隠れろ、早く隠れろ。とうとう歩いて隠れろ隠れろ、ぴょんぴょん飛んで隠れろ隠れろ。ここにもいない、どこにもいない、どこどこどこだ、どこどこどこだ。タヨは広い草原に上手に隠れました。あ、大きな木の隣にいるドリ見つけた。バレちゃった。でも赤ちゃんチーターはどこだろう。草しか見えないよ。
そうだね。バグだよ。ふさふさの毛のせいで草だと思ってたよ。そうだね。その時向こうからお母さんチーターがすぐにタヨの元へ走ってきました。うわー、すっごく速い。はあ、私の赤ちゃんの声がここから聞こえたんだけど、見なかった？あ、僕たちと一緒にかくれんぼを。ああ、あれ、どこ行っちゃったんだろう。運転席の下に隠れてるよ。やめてやめて、くすぐったいよ。ああ、バレちゃった。赤ちゃん、早くお母さんとご飯を食べましょう。やだやだ、お肉はもう飽きちゃった。それに僕はゆっくり食べたいのに、早く食べろって言うんだもん。もうこの子ったら。まあ、お腹が空いているみたい。お母さんチーターが先に食べたら。そんな時間ないわ。いつライオンやハイエナに餌を奪われるかわからないもの。そうよそうよ、私たちライオンが来たら、その美味しそうな餌は食べられずに奪われちゃうもんね。うちの子はもう何日もお肉を食べられていないんです。少しは食べさせてくれませんか？うちの赤ちゃんも全然食べられていないのよ。赤ちゃんチーターも食べられちゃう前に早く逃げた方がいいんじゃない？わかりました。早く行きましょう。話を聞いていたタヨとドゥリは怒りました。ドゥリは運転席に行ってクラクションを鳴らしました。ひどすぎる。お母さんチーターが頑張って取ってきた餌をなんで奪うの？ひどいですって？草原では強い動物が餌を食べるのは当たり前のことよ。それがたとえ他の動物が取ってきた餌でもね。そんなのずるいよ。食べたいなら自分で取ってくればいいじゃん。狩りはそんなに甘くないわよ。力も使うし、失敗することも多いんだから。だから他の動物が取ってきた餌を奪う方が簡単だし早いのよ。悔しい。悔しいならかかってきなさい。ふん、望むところだ。でしょ。お母さんチーター、あの悪いライオンを懲らしめてよ。ライオン相手に無理よ。私たちチーターはすばしっこいから狩りが一番得意なの。でもライオンやヒョウ、ハイエナみたいな大きな肉食動物よりは力が弱いのよ。その通りよ。そんな細い体でどうやってライオンに勝てるっていうの？だから頑張って取ってきた餌を奪われちゃうの？ええ、奪われる前にこの子にお腹いっぱい食べさせたかったんだけど。僕はそうとも知らずにごめんなさい、お母さん。お母さん、ごめんなさい。うわー、泣かないでよ。僕まで悲しいよ。何よ、なんでみんな泣いてるのよ。まるで私たちが悪者みたいじゃない。悪者じゃん。今回だけは見逃してあげるわ。帰るわよ。でも目の前に餌があるわよ。あら、鹿だわ。捕まえに行くわよ。行こう。待って。わー、よかった。あなたたちのおかげよ。本当にありがとう。どういたしまして。
さあ早くお食べ。ライオンはいなくなったけど、他のライオンやハイエナが来るかもしれないわ。うん、お母さんも一緒に食べよう。でも私は見張りをしないと。僕たちが見張ってるよ。心配しないで赤ちゃんと一緒に食べて。お願いするわ。本当にありがとう。その日、お母さんチーターと赤ちゃんチーターは見張りをするタヨとドゥリのおかげでお腹いっぱい餌を食べたのでした。